iPhone X 買ったよ。というわけでマンホールチャレンジします。好きあり。ああ。クソ野郎お前。おい。あっはは油断してんなバーカ。うわあ、逃げるなー。というわけで iPhone 壊しちゃったまとめ、カーボン調がお届け。スマホ片手に踊ってみた。あ。手が滑った。本当に飛んで飛んで回ってするなんて思わなんだ。やっちまった。綺麗に窓の外行ったな。ああ、やっちまった。そして煽る子供たちよ。大盛り上がりじゃないっすか。この高さ、死んだな。さて、iPhone X の発表会、顔認証を世間にお披露目です。やり方は簡単。ただデバイスを見つめて、上にスワイプすれば。失敗してんじゃねえか。顔認証を使うには、パスコードを入力してください。ニャンパスー。スマホより猫と遊ぼう。ケースつけたよ。熱いし電波届きづらくなるニャン。そういえば、iPhone が裸なのは排熱と電波性能に影響が出るからって誰かが。はい、というわけで今回は、ケースすれば iPhone は本当に割れないのか、僕のを使って検証していきます。打ち方始めー。おい、割れた音したぞ今。カバーあるから大丈夫ですって。まさか本当に割れるなんて思ってなかった。小学生 YouTuber なんてなるもんじゃねえな。やっほー、最高だぜー。ジェットコースターって気持ちいいですね。ああ、こういう動画、見てるだけでハラハラするな。感覚酔いって抜ける。すごい G 来た。お分かりいただけただろうか。ああ、誰かのスマホが飛んでいく。テクノロジーは万有引力に勝てない。リンゴは二度落ちる。ええー。斧で破壊の限りを尽くす男の子。やめて、iPhone のライフはもうゼロよ。iPhone、それは既存部品の新発想による融合。新たな進化を得るためには、既存のものすべてを破壊せねばならない。なんやその駅前でビラ配ってそうな思想。あとたまにおばちゃんが家に来ますよね。あなたの知り合いです。いらっしゃらないんですか。無難拠ヘペトナス教の方がまだマシ。無難拠ヘペトナスへのフセリン拠代わりに、iPhone はルシュレピッピでクリパースためる。言うがごとくネタはそこまでにしとけ。しかしまあ、iPhone を壊すことに快感を覚えるやからも一定数いるということですね。世界のクソガキ大賞でもやるか。なんか無茶人いるな。誰かが iPhone 落としたらしいぞ。盛り上がってますね。今は見飽きたスマホ。昔はこんなんだったよな。危ねえ落としとこやった。油断すんなよ。余裕余裕。ほら、あ。ノーを助けなきゃ。水没確定。これは死亡案件。まだ、水が蒸発すればいけるかもだぞ。うん。やってみる。普通にダメでした。安らかに眠れ。iPhone6。僕アンドロイド派 iPhone いらね。Give it here. ぐれてんな。Why is you throwing that phone and breaking that phone like that? I'm not giving you no Galaxy 7. どうでもいいちうんち、へ。Give me that phone. Give it here. Let me see what you done did. Let me see it.Why did you do that phone like that? 子育ては難しいな。ユーズコンドームズ、やめろ。What is wrong with you? Stop doing that! 小屋さんタコないな。なもん撃ち落としてやる。撃ち落としてやる。保育士って、月収10万円台らしいぜ。そういや学校の先生もこんな感じですね。日本の給料へ。トランポリンでジャンプ、かっこいいでしょ?事故多いから気をつけてな。僕は猿のように身体能力高いからいける。溶けた。あ、おいおい。撮影用のスマホ衝撃で落ちちゃったぞ。ガラスにひびが入り、タッチ ID と音量ボタンも壊れちゃったらしいです。この時代のスマホはすぐ割れるよな。ちなみに、Apple 社が割れやすいガラスを採用し続けたのは、修理代で儲けるためだと説があります。Apple Care に入ろうとも数万円はかかるんだもんな。買い替えのきっかけにもなる。フルワイヤレスイヤホンの AirPods も、落としたら数千円で買い直せるらしいですよ。そういえば最新型の iPhone 11はたくさんも売りにしてたな。
そして、Apple Music やゲーム、映像系のサブスクリプションサービスを強く推してますね。そういや Apple Watch のアピールポイントでもあったな。月額課金で絞り取れて長期にわたって売り上げが見込めるサブスク。これからの時代の定番ビジネスモデルになりそうですね。好きなビジネス系の話題で話しすぎちゃったにゃ。許してにゃー。コロニャンが支えた視聴維持率。さて、iPhone 破壊に戻りましょか。パワーワード。それマイクロソフト。これはコロニャン以外の視聴者さんのにゃんこ。マッパス、ロエ。おいおい。勘弁してくれよな。次はあんたの番だぜベイベー。パスミーステンバイ。おいよ、あ。落としちゃったー。楽しそうやな。ファンとか言ってたけどさ、落下して、下の人に当たったら死ぬんだよ。リンゴだし大丈夫だよ。意味がわからない。慎重に慎重に、またまた。さすがにそれはわざとや。これはやるわ。は？こういう遊び、流行ってるんですよねー。マジで？これやってる人、あんたのスマホでやれよ。花火大会のこれも頼む。ゴミすらポイ捨てでき、やめろって。あはは、スマホ落とすでワイルドだろう。マジで落としたの？信じてる態度やないかい。宝くじ買って当選を待つ人。何の例えやねん。で、種明かしっすね。こういうのってさ、動画の最初のあれもだけど、落としたくなっちゃうよな。いいタイミング。あ。逃げろー。おーまいがー。最後は待てやー。壮絶な追いかけっこ始まってんのかさ。さあ、本当にスマホは落ちてしまい地面へ。屋上のみんなも着弾観測に行くようだ。こんなにハラハラドキドキする階段ダッシュがあっただろうか。セフレの家に遊びに行ったら合鍵持ってる彼氏が来て、包丁を取り出して修羅場に。どんな人生言ってんねん。というか、相当走りますねー。マジで遠いな。もっと一瞬でたどり着けるもんかと。酔いそうな方は、右上のコロちゃんでも眺めててね。にゃー。今夜とこの走る動画に出るニャンコの写真で癒しを得られたら、立派なカーボン鏡病やな。親の顔より見たカーボン鏡。さて、対象エリアに到着だが。見えないっすね。草のところに落ちてたようです。さ、バキバキなったー。やっとダメだったか。OMG。このネイティブ発音よ。Oh my god! Oh my god! おい！コーフィー！誰やねん、ハウフィーって。What the fuck? The screen's complete. Look at, oh my god. Look at that. Look at the thing there. Let me focus. Holy shit. Oh my god, I'm gonna go take a back out. コーフィー！まだハウフィーゆかいな。スマホグラグラーン。おいおい。指の力でよりついた。はい、とや。落としすぎだろ。まあまあ猫でも撮りましょうよ。そういえばスマホが落ちちゃったこの子。マンコラから救出しました。はぁ、どこから拾ってきたんだよ。トイレにスマホ落とす人定期、中古。ここでその単語出さないで。現金は汚れている。いいね。お金稼ぎはうつっちい。そんなお金で買うスマホ、ブラブラする楽しみってあると思うのよ。弟と共に、妹と母のスマホを勝手にカバー取ってブラブラー。何野郎だなお前。まあ、ちゃんと持ってれば落ちないよ。爆音でびっくりして落とすかと思った。実際、爆音でびっくりして心臓止まって死んだ人いますからね。マジで言ってんの？聞いてるか、ツイッターの爆音マスタング乗り。道交法が一致してなくて法律が機能してないってこういうことなんだよな。同じく万有引力もこのリンゴに機能してますが、私たちは負けない。今地味に生きた心地しなかったな。ね、ちゃんとやったら落ちないんだよ。まあ、わかりきっててよ。ドゥー、what the f- 走り出すのよ。そして走り出す少年たち。さっき家族乗って行ってたよな。絶対大丈夫じゃないぞこれ。あはは、どうなっちゃうんでしょうね。いたずらは勘弁願いたいものだ。さあ、そこが出口っすよ。せっかくだしどうなったか見ていきたいよな。まあ助かるわけはないんですけども。割れて分離してるみたいだな。
なんかカードっぽいのに分離してますやんけ。これ、液晶の裏のやつやんけ。My sister's gonna kill me. なんでやったんだよ。いや、なんか言えや。うん。You did this, まあ、このスマホはもうゴミですね。急に雑になる扱い。ゴミ認定。ああ、やっぱ男の子はああいうの好きだもんな。そしてもう一個。ボソボソ喋ってるの。ほんともういたずらって感じしますね。10分動画ももう終わりですが、皆さんはスマホ壊した思い出とかありますか？コメント欄で教えてね。さて、壊れし iPhone。Apple Watch Series 5も買ったし、iPhone 11 Pro、私も買おっかなー。